さあどうぞ遊びなさい、大丈夫ですよ。The Wheel of Fate is turning. Rebel One.さあ肝心ライチことドアリング3対動物園ことアンソン。さあこれはもう空中設置しようとしたところに D が当たったか。ここはゴービーユーリフレームからのみで投げ54D2DCCC、 もう入るんだ。3900も言ってんだけど減りすぎじゃん。さあジャニーで降ってくるがその後が続かない。さあ西田くんからハイジャンプからしっかり拾い直せない。はい、果敢に攻める6やから緑がしょ5C2C4D が通してくる。まあライチは強いとは言われてますが、その中でもやっぱり狭間はやりにくそうですよね、見てる感じではですけど。さあここは妊娠が着地してから当たる。ジャンビー持続ガサネから6シー5シー2シー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 2リが構わない。ガメシー背負う。ジャコはミスってガメシー。さあ入れっぱ。さあ2へ2へがつながったか。抑え切りが飛んでここで緑投げ何もしない。バース目かな。さあショールから6へ落とす。さあ 5CC6D ソネからいつものコンボ 6CC 目から。さあ前手はしっかりと変わって青いが、さあ2へから順が当たる。これ惜しい。1へからコンボミス2へバーストいろいろあったがここはしっかりと取っていきたい。さあ思わせる必要はない。ジャンディーからボーっと回して1本取り返す。さあ開幕は先ほどと同じようにバックハイジャンプに対して D を刺していく感じ。さあ3000美味しすぎるよね。さあレッセンがからの押さえ切りの緑投げ。さあ CCC ヒレンと落としてオーバードライブ。さあ怖いものはもう何もない。攻める守るどちらもできる。さあさすがにこの体力は厳しいんですが、今ストックに0だったんで攻め時だったんですが少々惜しかった。さあ2ビル突っ込んできてジャコウィンシュアンソンチェンジ。あ、僕は画面をちょっと必死に今見ようと頑張ってます。ほら、こんなことぐらいで。沢村？え、エビワラ？沢村。いや、徳ワラだろ。何言ってんの。お小田様だ。新しい日本ハム。あ、巨人だったね、最後。さあ、開幕はめくりジャンシーだが、 D リバイダーがブラッドカインじゃないわ、デッドサーグに化ける。お背切り、なるほど狙ったと。さあヘルズ、さあ警戒したらそれを逆タクで仕掛けていくのが徳原。さあ落として画面端怒涛下段で崩れる。たまらずまそう、いつがギリギリまで我慢していたが当たってしまう。カウンターしていなかった分読んではいたんでしょう。さあジャンプ CB と来て連撃で証券安定ですね。大地になんでこんな技つけたんでしょうね。じゃあ狭間にも昇竜拳欲しい。さあ一本選手は徳原ジャン A、 しかしジャンビこれ下げれてたのか。ダッシュ2へから中断。さあ徳原が好き放題させてもらえなかった。あと出なかった。ここでガントレット強気である。やっぱり逃げて 5B は刺さらない、いつも分かってる。テールズで突っ込んだ、いい判断。ディーバーサーでいつ、なんという太い選択肢、これは切れそう。
ロークエル落として下段、あと少し早かった、ヘルズが早くてインフェルノリバイラー差し返しに来た、ゴービーがカウンター、これはあーブラインコン行ってたら終わってた、デューイーソ残るよねこれ、安いおいモンデダガガードが入っていなかった、あー悔しい、負けんかった長かったのは徳原あの人に直せる可能性があるならもう手段は選ばないわ。マスクのチームは今やってる感じか、ウジキンさん勝ったの負けたの、負けたよ負けたよと。さあフタバレットとレンガなんすよつって、あれ9フレやったっけ、中段8かそう8フレですよ中段、そう意味わかんないでしょ、もうファンと一緒なんですよ、じゃあやりますよねって話ですよさあ予選では怒涛の快進撃を見せたヒデジーでございますが、さあ明らかに5段では大動きをしていましたが、さあそれに対して出てくるはまあ人キラーとも呼ばれる狭間でございますね。さあバスはからさあここ 2B 差し込む、さあセクハセ、さあ風紀何なりを当てていきたい、ジンガーさあ対空ずらし、対空ずらしからやらしい立ち回りから、さあジャンニシーからロック、このダクお強い、じゃあこれフィニッシュ、気が晴れたでしょ、レボン2アクション、え今えあれ今 5D 出てたような気がするんだけど、あれあれジャンルーザー投資を殴ってるでしょ今のジャンエーでしたよね、ジャンエー上りジャンエー、やばやばくない、まあ下にも判定がやはり安定が分厚いということでしょうねうえ俺もやるけど、うわそういうおもむろして終わるよ、あーアウサンドエヴァー、あーおぉーリバさんに有利フレームを取っていく立ち回り終わらせます、うピンあれあれそんなむずいんすか、相手のニューを50メートルぐらい吸って殺しているっていうあれがありましたけど、あれ笑いましたね、こっちが笑ったけど向こう死にそうな顔してたからさあ天地 VS ジン、中身の人が一緒 VS OK 大将うまい、 6B なのかな、どっちが 6B で A なのか分からない、受け身が取らないとダメージは加速されてしまう、ここでまあ一つまああれなんですが、まあ今回バーストゲージってのはダメージ蓄積することによってたまりますよね、早めのバーストが正解っていうのはまあ一応そういうことなんですよね、バーストマックス以上はもちろんたまりませんから、おおすげえ何今、安い指導でもちょっとでもダメージを取るっていうのはまあ正解っちゃ正解なんですよね、ちょっとでもね、バルゲンハインなんかそうですよね、少しのダメージをたくさん蓄積させる、やったー飛ばせ、あーオーバードライブが出なかったっぽい、オーバードライブを確実に出す秘訣は長押しです、覚えておきましょう、さあボクシーインサーフィンからのコンボを落とす、ミーリーから着地、おーっとここではここでバーストが出てしまう、ガーキャンだったのだろうか、うわーさあどうなる、ジャスティンかかってまだある、うわー、さあ天地面が苦い顔、さあジャンプB刺さったところに G
ジンもゴーシー使っていたがボタンを押しかったのはジン。さあファジールバースから抜けていく。うわ危ねえ。よくD、うわー確認してる。ゴーシー 6D から 5D か、ゴーシー 5D から、おっとコンボミス、これは痛い。4200-4300ぐらいかな。おっと下段、これは補正が切れた。もっと減る。おう2200-2300リレーをかけて、ちょっおっと防衛のスカルが、あ下段、これはしかしとてつもなく安いなるほど、ゲージは貯め入れると。わーファーナーがー、なるほどね、ファジーデッパ読み捨て食うだけペンチもしっかり読み切っていった。こういう読み合いが許されるのがブレイブルー。同系対空から 6B だったかな。投げはガルアギとは表 2A 6A であれ 6A で止める。 2C が地上投げ抜ける。おーっと危ねえ。さあ地上投げも抜けて 5D で牽制。さあ確認していく。当て投げ宝人展開コンボミス、投げは抜けて、うわうわっと当て身取っていたがサーフィンには勝てなかった。中段見えてる。ファジー投げじゃない、ファジージャンプ投げも抜けていく。ゴーイチャーガード硬い。逃げじわじわいって上りジャンピ、これは読んでいたが当たってしまう。ペンチ面も非常に波を見ている。さあここでトゥバキ、さあ、あ実に堅実ですたまに吹っ切れてするけどねまあたまにはそういうのも大事。ただしこういう迫面、こういう立ち回りを見せておいた後にやっぱりそういう激しい行動するから意味があるんでしょうね。ずるいよね。まあ逆に激しい行動ばかり見せておいて急に堅実になるっていうのもいやらしい。まあポロピッチョなんかも非常にそうですよね。あでもあいつはボリに来るな確かに。さあ裏で当たったがよくある。ガサイバケタがジャン 6D から裏が投げはファジールパに抜けて、さあ見ていたのか。ダダンダン、ほい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 、コンボが最後まで完走できないが大幅体力リードをもらった古吉。くー投げ残影が、おっとこれは補正を切りにいったちょっと持ってるぞこれは。さあ天地はやはり苦笑い。さあしかしこの男修正が非常に効く。さあうまい 6A4B 6A6B か、しかし出して 3C 狭間、しかし狭間もしっかり逃げている。 D を撒き散らして伸びます、伸びます、伸びます。さあここに出たブラックホール潜っていく。縫製を切って、お前が切るんなら俺も切るよと。アギトル落とす。4200ジャンシーガード伸びます、引っ込める、危ない。うお奇襲で潜ってここで使う。うわーヘル今ジャンシー何回入った。5回ぐらい4、5回普通に入るよ単発1300だ、もっとか1300ぐらいです。なんか結局タッチ入れるかジャンシー入れるかの2択みたいな。うわーいっぱいめっちゃ押してたよったまあ見てからしっかり昼口も待ってましたから投げたかったですね。風間は中央投げも4000前後飛ばせますから、うまい。 6C も入れていくアギと、これは食らって逃げていって 6D からジャコ、青いがとりあえず完走3600入れ、爆風投げが見えていてとりあえず逃げる。さあ狭間にはおっちゃ
カウンターしてここでバースト。バジルパおっと意味のないところに風魔神危ない。しっかり奇襲に潜ってきていた。カウンター裏表に戻して、あーお正義にしたら音がめあった危ない。うわあーなぜ抜けれなかった。勝ったのはテレンチ。非常に激しい戦いでしたね。じゃあ次アンソーさん。やだ次アンソーさんということやだほら